では問い5に入ります。まず窒素の標準状態での水は何グラムバーリットルか。もうね、ここに答えが書いてあるようなもんで、このグラムバーリットルというのはもともとリットル分のグラムで、これを1行で表したいんで、分数の棒を斜めにして、このようにした表記したものって考えてください。で、これ分数というのは分子割る分母だ、10グラム割る体積ね。で、これに当てはめればそれでいいんで、で、これってのは1リットルあたりを1リットルあたりを調べてますよね。単位を求める計算値はそういうもの。1リットルあたりを求めたかったら、1リットルあたりの質量を求めたかったら、質量を元にして、それをリットルで割ってあげればいいです。で、どう考えるかって言ったらね、全然簡単でね、1モルあったとしたら、これ大事な考え方ね。1モルあったとしたらを考える。としたら、N2 は N14 でこれ2つだから、1モルあったとしたら 28g だし、1モルあったとしたら標準状態が 22.4 リットルですね。で、あとはこの形に当めて 22.4 分の28。で、計算のコツ、分母を簡単にすることだけを考える。分母が 22.4 と小数なので嫌なので、10倍して、この形、224分の280にして、あとは280割224計算すればいいです。で、ここでもう筆算でもいいですが、一つ覚えておくと得なのはね、224って7で、7の倍数。だから7で一回約分してあげましょう。40の32。合ってる？で、8では約分して、4と5だから、5割4で 1.25。なので、密度は 1.25g バーリットル、1リットルあたり 1.25g とわかります。で、括弧2番です。標準状態の水は 1.8g バーリットルである気体の分子量を求めよう。こちらのノートね、同じ発想で、1モルあった時の質量、まあ、M にしておきますが、これが今求めたいところね。で、1モルあったら、22.4 リットル。で、この密度。これはね、1リットルだったら 1.8g。で、22.4 リットルであったとしたら何グラムかを出せば、それが答えになりますよね。1リットルあったら 1.8g という数量。で、それが 22.4 リットルあったらどうか。これですね。掛け算でいきますよね。1リットルあたり、ごめんなさい。1リットルあたり 1.8g で、それがもし 22.4 リットルあったとしたら、1モルあったとしたら何グラムか。それが答えになります。で、あとはこれはまあ普通に計算で、位が大きい 22.4 上に書いた方がやりやすいでしょう。四波32の8に16の19の8に16の17。いや、不安だな。四波32、8に16で19。うん。で、224で、2、3、1上がって、4。うん、3、1、8、9、0、4。で、大丈夫。小数点2個分だから 40.32。まあ、有効数字の指定も特にないんで、このまま 40.32 で答えにしましょう。では、今回のシリーズは以上です。追加でリクエストの問題とかあったら受け付けます。でもね、この次につながるようなシリーズは他のところに出してるんで、そちらのリンクを貼っときます。まとめページのところに詳しく案内をしておきますんで、そちらもよかったらご利用ください。